かな。だよね、だよね、うん、はいはい、いいよ。ソフトクリームあるかな。あー甘いもん食べたら死んじゃうからね。そう、体が甘いものを欲してきて。回覧板です。やっぱ気温が違うな。あと20分だから耐えよう。ダムはまっすぐとは書いてあるけど、うん、確かに。じゃあまっすぐか。これはもうヤフーナビ、グーグルナビでいいんじゃない。細かくどうせグニャグニャいかせんでしょ。まあそうなる。どっちでもこっちの方で青です。あ、なんか渋滞を見てる感じはある。まああるか。いや、もう渋滞いい。あれいい。なんだなんだ、こういうふうに入るのかな。わかりますね。なんか変な匂いするけど。あ、なんかった。あ、寝上がって行くときいつもこれだ。へぇ、やばいやばい、すごい、こんな道通ったことない。やばくん、下の道に出るだけの通り。ああ、なるほど。なんだけど右だよね、どう見て。あ、でもそのままだ。ちょっとなんかやっぱ高速より楽しい。あはは、一人だからゆっくり気をつけて。はい、自分のリンク。行けるの超大変。あんのかな。あんのかな。まあそれはあるんだろうけど、相当まっすぐ行くと、あっちからこう出てくるらしい。ああ、やっぱそうなの。うん、ちょっと大回りだったっぽい。こっちから行ったことないな。いつもこの道。こっちの方が近いみたいですよ。ああ。
多分そうなんだ。パン屋さんの看板だ。あれパン、パン、ロビオパン、パン。1.2 キロ。なんかチーズ、ベーコン、フランスパンみたいなのが美味しいんだよ。甘くない。甘くないの。甘くないダメなんだよ。上の方すごいな。ああ超大変じゃん。土砂崩れじゃねえのこれみたいな。うわーすごいよ。ほぼ土砂崩れでこれ。うわうわわわわわすげえなこれ。うわこれは大変だわ。わ危ねえわ。うわやばいね。うわすげえ。あもう当日は多分もう道路ドサーンって来てたんでしょうね。多分。すげえだってもう上の方のも全部倒れてましたもんね。ねえ、やばかった。すごいわ。ブレーキ能力以上のスピードだって怖くないのかな。あなたってあの軽装だしさ、すごいなと思うよね。こけてんの見たことあるけど、もうね、傷だらけになるもんね。だって足に薄だけだし、ね。あ、曲がるらしい、ごめん。あ、曲がる、はい、どうしたか。3キロだって、5、6分です。はいはいはい。あ、セブンでもあるじゃん。
な田舎に来てさ、コンビニだと驚くよね。あ、コンビニだ。山崎パンじゃないコンビニね。そう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 。なんか大手の。田舎って山崎とか多いんだろ。ん？全部山崎とか、うん、多いですね。うわ、登るぜ。登るぜ。キャンプ場の先通行止め。あ、ほんとだ。やっぱそういうなんかあったね、東北とか土砂崩れ。うわー、この辺見ると全然わかんないけど、こういうところこそわかる。あ、ほら、すごかったんだ。なんか都内に住んでるとわからないこといっぱいあるな。土砂崩れとかね、だって物当たりしないですよね。ねえ、太陽光発電所。ん？あ、本当だ。言わないとかいけない。太陽光発電所か。最近太陽光発電めちゃくちゃ叩かれてるね。まあだって生発電してんだもん。儲かる、あ、儲かるっていうか電気売れてどうのこうのとか言ったついた。うん。結局設置費用と年間のその。じゃねえけど、整備費とか考えたら元取れないんだ。そうですね。でも元取れます、元取れますみたいに言ってさ、売っちゃってさ、クリームとかって言ってたよ。そうですね、無理がある。あ、バイクだから行ってる。いくらだバーナー。大丈夫。200m。はい。はい、ありがとうございます。あら。これ、これ、これ、これ。これ、これ。なんか今キルキル。乗せ。あれ、天のストップってやつじゃないですか。今3速だった左手かな。目的地に到着しました。お疲れ様でした。あ、これか。ここでした。あ、二輪。
イエーイ、イエーイ、お疲れです。これなんか逆にしたら写真撮れるかな。あ、そうですね、向きを逆、こっち側に、こっち側に撮れてる。あ、ここで逆にする。こう、こっち側回って、うん、回ってもなくないんで。あ、なるほど。とか言っててパターンとか倒れたらな、俺のせいとかになるから。回れって言われたから回ったみたいな。直してよ。いや、直してよ。お金払って。はい、いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter や Facebook もフォローしてね。じゃあねー。